創生カルメンのフローレンス・セント・ジョン。ビクトリア朝のバーレスクは19世紀半ばのビクトリア朝、イングランド及びニューヨークの劇場で人気があった舞台エンターテインメントの一ジャンルである。時としてトラベスティやエクストラバガンザなどと呼ばれることもある。よく知られたオペラや古典儀曲、バレエなどを大雑把な喜劇に翻案したパロディの一種で、 通常は、際どい内容の音楽劇であり、原作の演劇的あるいは音楽的なコンベーションや、スタイルを風刺するものである。しばしば原作のテクストや音楽を引用し、パスティーシュにする。ビクトリア朝のバーレスクは、バーレスクの一種である。バラットオペラ同様、バーレスクの音楽は、人気のあった同時代の楽曲から、オペラのアリアまで、幅広い音楽に寄っていたが、 1880年代以降の後期のバーレスクではオリジナルの曲を使用することもあった。多くの演目はエクストラバガンザとして上演されていたためダンスが重要な役割を果たし演出、衣装その他の脚色の見せ物的要素が非常に注目されることとなった。男役の大部分は肉体的魅力を見せるためにわざと女優がズボン役で演じており、 老いた女性の役は男優が演じることもあった。もともとは短い一幕物だったが、バーレスクは後にもっと長い演目になり、一晩のプログラムのほとんどか全部を占めるようになった。バーレスクの作家としては、J.R. プランシェ、H.J. バイロン、G.R. シムズ、カイシーバーナンド、ウィリアム S ・ S. ギルバート、フレッドレズリーなどがいる。バーレスクは、 ビクトリア朝の初め頃から人気を博すようになった。バーレスクという言葉はイタリア語のバーラから来ており、これは、あざけり、からかいを意味する。ニューグローブ世界音楽大辞典によると、ビクトリア朝のバーレスクは、パントマイムの冒頭に行うショーから発展したもので、ある。他の先行例としては、新しい歌詞を既存の曲に合わせるバラとオペラがある。プランシェが、 オリンピックレベルズを提供したオリンピック座。1831年に JR プランシェのオリンピックレベルズでコケラを歳し,したオリンピック座でルシア・エリザベス・ベストリスが制作した。ベストリスはバーレスクの制作、出演によりバーレスクの最初の大スターと呼ばれている。こうした演目では写実的な歴史的衣装やセットが役者が演じる現代的な普段の行動と対地され、 大行で古典的な主題の不調和や不条理から喜劇が作り出される。例えば、オリンピックレベルズはオリンポースの神々が古代ギリシアの衣装でホイストをしているところから始まる。初期のバーレスクでは、すでにジョン・ゲイのバラット・オペラであるベガーズ・オペラなどで行われていたように、歌詞が人気ある既存曲に合わせて書かれていた。ビクトリア朝のもっと後の時期になってからは、 バーレスクはオペレッタ、ミュージックホール、レビューを混ぜ合わせたものになり、大規模なバーレスクのショーの中には、エクストラバガンザと呼ばれるものも出てきた。イングランド風のバーレスクは1840年代にマネージャーでコメディアンのウィリアム・ミッチェルによりニューヨークに持ち込まれ、成功を収めた。ミッチェルは1839年12月に自分でオリンピック座を開いていた。 元々ロンドンで上演されていた演目同様、ミッチェルのバーレスクは、ワンサポナタイムやネバーマインディツネーミアの王など、バカバカしい名前のキャラクターを登場させ、街で当時流れていた、あらゆる種類の音楽をからかうものだった。あらゆる年齢、階級を対象としていたパントマイムと異なり、バーレスクは、もっと狭い、非常に教養ある観客を対象としていた。ブラフ兄弟のような作家は、 保守的なミドルクラスの観客を対象とし、H.J. バイロンは、ローアーミドルクラスに訴える力ゆえに成功した。バーレスクが、最もよく主題として扱ったのは、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲とグランドオペラであった。1850年代以降、ロンドンの観客の間では、イタリア、フランス、後にはドイツのオペラをバーレスク化したものが人気を得た。ジュゼッペ・ベルディの イルトロ・バトーレが1855年に、椿姫が1856年にそれぞれイギリスで上演されており、すぐ後にこうした作品を元にするイギリス版のバーレスクが作られた。レスター・シルク・バッキンガムによるカメレオン姫とウィリアム・カイ・ヴァンダーベルのアワー・トラビアータはどちらも1857年に上演され、その後にイルトロ・バトーレを扱う5本のバーレスク作品が作られた。 そのうち2本は、H.J. バイロンによる、イルトリーテッド・トロバトーレ、オアザマザー・アザ・メイデン・アンド・ザ・ミューズシャナーと、イルトロバトーレ・オア・ラークス・ウィズ・エイ・リブレットであった。ヴィンチェンツ・オベッリーニ、ジョルジュ・ビゼー、ガエターノ・ド・ニゼッティ、シャルル・グノー、ジョージ・フレデリック・ヘンデル、ジャコモ・マイア・ベア、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ジョア・キーノ、ロッシーニ、リヒャルト・ワーグナー、カール・マリア・フォン・ウェーバーなどのオペラもバーレスク化された。 2003年に、これについて、ロベルタ・モンテモラ・マービンが行った研究では、1880年代までには、ほとんどすべての本当に人気があったオペラは、バーレスクの主題にされたという、ロビンソン・クルーソーに扮するリディア・トンプソン。ウィリアム・エス・ギルバートは、キャリア初期に5作のオペラ・バーレスクを書いており、愛の妙役をもとにした、ダルカマラ、あるいはリトル・ダックとグレート・カックが、 最初の作品でマイア・ベイアの悪魔のロベールに基づく悪魔・ロバートが最も成功した。1860年代末から70年代にはリディア・トンプソンがウィリー・エドウィンを含むバーレスク一座で H.B. ファーニーやロバート・リースなどの作家が書いたバーレスク作品で有名になった。トンプソン率いるブリティッシュブロンズ一座は イギリスのみならずアメリカ合衆国でツアーを行い、一世を風靡した。シェイクスピア研究者のスタンリー・ウェルズは、シェイクスピアのパロディは、シェイクスピアの生前にすら出回っていたが、シェイクスピアのバーレスク化の前世紀は、ビクトリア朝だと述べている。ウェルズによると、典型的なビクトリア朝のシェイクスピアバーレスクは、シェイクスピア劇から出発し、そこから主に喜劇的で、 しばしば原作2曲に関係ないような作品を作る。ウェルズはテクストに引っ掛けたシャレの例として、マクベスとバンク王が最初に傘を差して入ってくるところを挙げている。魔女たちが万歳、万歳、万歳と挨拶すると、マクベスがバンク王に、高貴な領主よ、この挨拶はどういう意味だろう。と尋ね、この降ってくる氷があなたの支配の前触れなんだと言われる。 音楽的には、シェイクスピアのバーレスクはこのジャンルの他の作品同様様々なものを含む。1859年のロミオとジュリエットのバーレスクには23曲が使われ、ドン・パスクアーレのセレナーデのようなオペラの曲や伝統的なエア、当時人気のあったバッファロー・ギャルズやニックス・マイドリーのような曲を含む。当世、ファウストの楽譜。バーレスク作品の会話は、 普通に行連句で書かれるか、それよりも少ないが場合によっては、ブランクバースのような他の主形で書かれることもあった。当世、ファウストなどに代表される作品は、寒いシャレで有名であった、ニューグローブ世界音楽大辞典によると、バーレスクにほぼ欠かせない要素としては、タイツを履いたズボン役の魅力的な女性を見せることがあったが、演目自体は普通。 そこまでわいな傾向があったわけではない。もっと厳しい評価をした同時代の批評家もいた1885年の記事で批評家トマス・ヘイワードはプランシェが空想的で言うがギルバートは基地に富み決して下品にならないと褒めているがジャンル全体についてはけばけばしく客船日が売りで公衆の趣味に癒しい影響を与えると批判している。ギルバート自身は バーレスクの価値について、出来の悪いものを批判する一方、アリストパネスやフランソワ・ラブレーなどを引いて良いものもあるとしている。1900年頃、ベンハーに基づくアメリカのバーレスク演目。バーレスクの女優はよく、女性が演じる男役であるズボン役を担った。同様に男性が老いた女性の役を演じ始めるようになった。こうしたジェンダーの逆転のせいで、観客は、 芝居の道徳的内容から距離を置き、カタルシスよりも楽しさやエンタメントに集中できるようになったが、これによりバーレスクは新古典主義的な思考からは大きくかけ離れていくこととなった。ビクトリア朝のバーレスクにおける女性のセクシュアリティの表現はビクトリア朝の文化においてパフォーマーとしての女性と性的対象としての女性が接続される例であった。舞台芸術史において 女性の舞台への参加はよく疑問に付されてきた。ビクトリア朝の文化において、賃金支払いを受けている女性によるパフォーマンスというのは、主要な収入源ではないにしても、演劇界で働くほとんどの女性が手を染めていた、売春と密接に結びついたものとしてみなされていた。1880年、ゲイティ座に出演するケイト・ボーンと EW ・ロイス。 バーレスクは1860年代から1890年代はじめにかけてロイヤルストランドザとゲーティザの呼び物となった。1860年代から1870年代にかけてのバーレスクは通常1時間以下の一幕物だった。ネリー・ファレムはゲーティザで1868年から看板男役として出演し、 ジョン・ドーバンはこの年から1891年まで、ここで、バーレスクの振り付けを担当した。エドワード・オコナー・テリーや、スカートダンスで有名なケイト・ボーンも1876年に、劇場に入った。初期の芸エティザのバーレスク演目には、W.S. ギルバートの、悪魔、ロバート、ザ・ボヘミアン・ G ・ユレ・アンド・ザ・ネプローチブル・ポール、ブルー・ビアード、カイシー・バーナンドのアリエル、ガラテア、 オアピグマリオンリバーストなどがある。1880年代にはコメディアンで作家のフレッド・レズリーが芸歴座に入り、メイヤー・ラッツやオズモンド・カーのような作曲家がバーレスクにオリジナルの楽曲を提供するようになり、作品は二幕あるいは三幕形式を取る長編に成長していった。こうした後期芸エティザのバーレスクにはファレント・レズリーが出演した。 A.C. 党という筆名で書かれたレズリーのリブレットを使うことがよくあった。通常はラッツによるオリジナルの楽曲が使われた。リートル、ジャック・シェパード、モンティ・クリスト、ジュニア、プリティ・エスメラルダ、フランケンスタイン、オア・ザ・ヴァンパイアズ・ビクティム、マゼッパ、トーセイ、ファウストなどがある。リューイ・ブラスと無関心な遊び人は、ビクトル・ユーゴーの擬曲、リューイ・ブラースをからかうものだった。 タイトルは、ロイ・ブラスと、ブレイズ・ルーの音の類似に引っ掛けたシャレで、シャレが寒いものであるほど、ビクトリア町の観客は喜んだ。ゲイティザでサイドに上演されたバーレスクは、カーメン・アップ・ツー・データ、シンダー・エレン・アップ・トゥー・レイト、エイドリアン・ドス作詞のドン・ファンである。1890年代初頭に、ファレンが引退し、レズリーは亡くなった。ゲイティザや、他のバーレスク劇場が、 新しいジャンルであるエドワード調フミュージカルコメディに重点を移していくに、つれてロンドンではバーレスク音楽劇が流行遅れになっていった。1896年にシーモア・ヒックスはバーレスクの死を宣言し、引退に当たりネリー・ファレンもこの判断を指示した。ありがとうございます。